こんにちは。こんにちは。スティービーチパパです。スキママです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回は、先日ご紹介した、スキママのプラス J 購入品の中から、ワンピースの商品紹介とコーディネートをご紹介したいと思います。今回のワンピースなんですけど、事前チェックしたじゃないですか、プラス J のアイテム。あの時に、ワンピースはもう完全にノーマークだったんですけど、いざ店舗に行ってみたら、これ一つだけポッてあって、めっちゃ可愛いじゃんと思って、こんなのあったっけと思ったんですよね。それがこのワンピースで、かなりお気に入りになったんですよ。なので、ご紹介していきたいと思います。はい。その購入したワンピース、こちらです。シャツワンピース長袖です。価格が4990円です。サイズが M サイズを購入しました。カラーがブラックですね。カラー違いがネイビーがあります。素材が綿 100% ですね、シャツワンピね。そうなんですよ。ただのワンピースっていうよりかは、なんかシャツ、もちろんシャツっぽい雰囲気もあるし、コートっぽい雰囲気もあるし、なんか着方次第でいろんな感じで着れるって感じですよね。そうそう、この全体的なシルエット見てもらったら、かなりトレンドのあるボリューム感シルエットになるんですよね。で、月パパが言ったみたいに、結構シャツ要素が強いですよね。で、長さが結構そんなにこう長いわけでもないし、なんかワンピっぽくないよね、本当にね。で、このワンピース、この素材感がいいんですよ。確かに。そう、綿100なんですけど。確かにこれ綿100っぽくないというか、光沢感があって、なんかパリッとしてるんですよね。すごい綺麗めな感じのアイテムね。なんかまたこの綿で作る T シャツとは違うパキッと感と、なんかこうかっこよさとか強さみたいなのが雰囲気から出てるんですよね。後ろから見た感じこんな感じなんですけど、またこの前から見た感じと後ろから見た感じが全然表情が変わるので、それもちょっと一つ面白いポイントかなって思います、でもまず本当この全体のパッと見の雰囲気がめっちゃいいですよね、なんかかっこいい。なんかやっぱ仕立ての良さから出るのかな、細かいところの良さとかね。そうですよね。で、その細かいディティールなんですけども、襟の部分がスタンドカラーになってます。この襟の感じもいいよね。そう、最近スタンドカラーが気になるんですよ、髪をショートボブにして。そして肩のラインなんですけども、ここに来てますね、結構ドロップショルダー、かなり肩落ちてます、そして袖、そこまで太くないんですけども、だんだん袖に向かって細くなってますね。そして袖口こういった感じです。すごいミニマルな雰囲気ですね、ボタンなんですけども、隠しボタンになってるんですよ、こんな感じで。これもなんかミニマルで上品な雰囲気を演出してますよね、今回テーマも洗練されたエッセンシャルということで、なんかまさに洗練されたような、いいよ ねこの感じね。全部隠しボタンになってます、あと左胸に大きなポケットがついてるんですけど、これもすごく素敵で、なんて言うんだろう、着た時にね、すごくいい感じを出すんだよね、このポケットが。そのポケットの縁のところにリボンのテープがついてて、そう、ここもね、ここね、そう、こういう細かいところのひねりですよね。まあ、これジルサンダーさんさすがというところというかね、くすぐるよね、そういうところだよね。ちょっとポケット位置も低めについてるんですよね。そうで、このリボンテープがこのボタン開けてみると、もう本当この下まで全部こうテープがこうついてますね。そしてウエストにベルトがついてるんですけど、このベルトの付け方がまたこだわりがあるみたいで、後ろを通してないんですよね、そう内側、服の内側をあえてベルトが通ってるんですよ、面白くない ねなんでこれ脇の下、ここにベルトの紐通してある穴があるんですけど、前からこの穴から出てきて、中はこんな感じです、面白いよ ねだから後ろはこんな感じでシンプルな見え方になります、そして裾の感じがこういった感じです。すごいシンプルな仕立てになってて、ものすごい上品な雰囲気です。そしてサイド部分もこんな感じで、もうまさにシャツのような感じですね、それでは早速月ママにコーディネートしてもらいたいと思います。はい、行ってみました。私が身長が153センチで、シャツワンピースは M サイズを購入しました。全体的なシルエットはこんな感じです。いいね、いいよね雰囲気出てますよね。めっちゃ雰囲気出てる一応サイズ感としては M サイズなんですけど、割とゆったりめですね、
あのこの脇はげがやっぱドロップショルダーになってるので、もうこの辺とかね、うん、全然余裕で、もう本当ゆったりめのシルエット、うん、本当にボリューム感があるシルエットになってます。後ろもねこうやってタックが入ってるしね、うん、本当ゆったりリラックス感があるシルエットになってます、うん、これがねちょっとこなれ感とかね、うん、あの綿 100% で光沢があるけれども、ちょっとこうリラックス感があるというか、なんかこう相反してる感じがとても好きなんですけど、うん、今下にワンピース、あ、そう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 、このワンピースの着方でなんかどんな着方が私らしいかなとか可愛いかなと思った時に、この同色の黒のワンピースをレイヤードしたらめちゃくちゃ可愛かったんですよね、うん、ハマったというか、うん、こんな感じで、この今下に着てるワンピースはあの以前ご紹介したザナのワンピースなんですけど、去年買った秋冬のワンピースになるんですけど、まあ、ミドル丈ぐらいの長さで、であのレギンスレイヤードしてるんですけど、もうレイヤードレイヤードレイヤードで、この着方がすごいなんか可愛いなと思ったんですけど、うん、なんであの巻き下丈のワンピースとかの上に羽織感覚で着てもいいし、もちろん開けて着てもいいと思うんですけど、こうやってなんか締めて完全にこうやってレイヤードするスタイルが今年らしいかなと思って、うん、いいよね、うん、あと素材感とか着心地なんですけど、うん、まあ、最初なんでやっぱパキッとしてるから、うん、なんかそんなに着心地いいっていう感じではないですね、うん、まあ、ちょっとお洗濯とかして着ていくうちにだんだんこう綿の柔らかさとかが出そうな感じですね、うん、最初はちょっとパキッとしてるのでちょっと着にくいかなっていうのはあるんですけど、うん、着ていけば自分サイズにフィットしてくるかなっていう感じです。こっち系の素材はだんだん馴染んできますよね。ですよね。なんで最初はちょっとパキッとしてますね、うん、あとはこの洗濯した時のこのシワの感じがどうとか、ホコリのつき方がどうとかはちょっと気になるところだけど、そうね、ほんと仕立てとか素材感すごいんで、うん、ほんと長く使えそうな感じ、うん、そう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 、スタンドカラーのこの感じとか、うん、ボタンが見えてない隠しボタンだとか、ほんとマニッシュな感じなんで、うん、なんかちょっと女性が強くいられるっていうか、うん、なんかそういう雰囲気がすごい出てて、すごい好きなんですよね。なんでかっこいい感じにもなるし、あの今もうブラックでワントーンスタイルでしてるんですけど、普通にあのカーブパンツとかチノパンとか、あの出てジルサンダーで出てたやつ、今回のコレクションで出てたやつ、ああいうカジュアルパンツと合わせても可愛いと思うし、デニムでも可愛いと思うし、これ本当1枚あればすごくこうかっこいい感じに決まると思うので、あとやっぱ何よりシルエットがめちゃめちゃ綺麗ね。そうなの、これ本当に美シルエットだと思ってて、うん、あのその要因としてこのベルトの付き方、うん、ちょうど脇はぎよりこの脇のラインよりちょっと内側にベルトループというか穴があるんですよ、うん、でそっから前に通すことによって、うん、この前から見たシルエットがかなり華奢に見えるんですよ、すっきり、で後ろは広がってるっていうデザインなので、この胸下からのラインがすごい綺麗なんですよね。なんでギュッて締めなくてもちょっとこう締めてあげるだけで全然ここが変わってくるの、これが良くない、なんかなんでここの本当外側にベルトループがあるのとこのね全然違うよね。これがすごい可愛いなって、後ろから見た時もまさか前のデザインこんな感じじゃないよねって感じじゃないですかね。あとこのベルトはもう今ワンループしてるんですけど、普通にリボン結びしたら可愛らしい感じになると思うし、ちょっとかっこいい感じの雰囲気に全体的にしたい方はワンループとかの方がかっこいいかなって思います。ちょっと開けてみますね。なんか開けても可愛いって書いてありましたよね、うん、ていうかこれポケットも一応ついてて、うん、なんかポケットの付き方もシンプルというか、うん、ポケット手入れないとほとんど分かんないような、あーかっこいいよ ね。開けてみたらこんな感じです。あ、開けてみてもいいね、うん、っていうの後ろで、うん、結んだ感じ、うん、どう、いいいいいいよね、後ろの見え方もいいし、うん、シャツの羽織のコートみたいな感じ、うんうん、でこの時に見えるこのパイピングもいいね、このテープの、うんうん、ちょっと締まった感じがない、うん、ここでね、これ春までいけるよね。ねえ、てかこれずっと長く着れるよ、うん、ねえいいね。でこれ今私こう V ネックのワンピースとか着てるんですけど、これにタートルネックとか入れたら絶対かっこいいよね。マジでそれもいいね。ねえ、うん、その着方かっこいいよね、開けて着るんだったら、うん、首がある方がいいかもね、うん、万能なワンピースで、ね、はい、まあ、ボタン閉めてさらに上からロングコートとかも良さそうだしね、うんうんうん、これもいいね、うん、身長が高い方とか絶対似合いますよね、うん、さっき月パパが言ったみたいに別に開けて前で結んでもいいよね、うんうんうん、
なんかベルト使いで本当にいろんな表情が出せそう。ね、自由自在ですね。でなんか腕もまくってあげる方が、まあ、本当極寒でなければ、うん、寒くなければさらにこなれ感が出るのかなと思います、うんうんうん、はい、ぜひ購入された方は、うん、もし参考になれば、うん、真似してみてください、はい、ということで店頭などもしかしたら在庫ある店もあるのかなちょっと分かんないんですけども、うん、一応動画の説明欄にも商品のリンク貼っておくんでよかったらチェックしてみてください、はい、ということでこのチャンネルでは男のファッションアイテムでファッションを楽しむためのコーディネートやファッションアイテム紹介してますのでよろしければチャンネル登録をよろしくお願いいたします。インスタやブログもアップしてますのでぜひそちらもチェックしてみてください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。